ゾルタン、ゲラルト、グエントやるか。もちろんやろうか。俺の勝ちのようだ。お前の初心者丸出しのデッキに負けるなんてショックだ。ほら、このカードを使え。もっといいカードを集めた方がいいな。それじゃ穴だらけだ。俺をいじめなくてもダンディリオンがいる。ロッシュからも何か分取れるかもな。あいつはいいカードを持ってるって噂だ。おい、ぐらつきやがる。
ピッチャーに用なんてねえって。リビアのゲラルト、無事だったか。グエントはやるのか。ああ、だけど相手がいなくてな。デッキを持ってるならやろうぜ。やろうか。お前の勝ちだ。おめでとう。ほら、お前のカードだ。他に対戦相手を知らないか。最近ノビグラドに来たという男の噂を聞いた。彼もウィッチャーだ。興味あるんじゃないか。名は確かランバートと言ったな。ランバートなら知ってる。だがグエントをやるとは初耳だな。彼だけじゃなく他の知り合いともやってみろ。ザラーは勝負好きだし、切れ味のいいデッキを持ってる。近くにいるから勝負を挑んでみろ。用なんてねえってんだ。邪魔なんだ白髪頭。カードゲームが好きだという話を聞いたが。ゲームは好きだ。サイコロ、カード、チェス。リラックスするにはゲームが一番だ。で、おしゃべりがしたいのか、それとも勝負するか。
やろう。ただし忘れるな。欲しいのは価値のあるカードだけだ。ゴミはいらない。メリテルに呪われろ。クソデッキを作るのにどれだけかかったと思ってる。知るか。おい、他に強いやつを知らないか。いいカードを持ってるやつが知りたい。最近じゃランバートって野郎の噂をよく聞くな。悪魔のようなデッキを持ってるらしい。お前の知り合いかもな。そいつもウィッチャーだ。あいつら非人間族派解明した方がいいわね。